度と帰れぬ作戦に見事をしたのか。今の球が俺らのやれば出口のない海。こんばんは。今日で廃線となる愛知県小牧市の新交通システム東海大線では、利用者に感謝してありがとう列車と称した記念列車が運行されました。ありがとう列車の出発式には運営する第三セクター東海大新交通の社長神田正明知事らが出席し、今までの利用に感謝の言葉を述べました。また地元の保育園児から運転士に感謝の気持ちを込めて花束が贈られました。東海大線は1991年3月に開業しましたが、利用者が予想を大幅に下回り、赤字がおよそ65億円に膨らんだため、存続を断念し、バスによる代行が行われます。最終日の今日は地元の利用者など大勢の人々が駆けつけ、最後の別れを惜しみました。15年余りで1500万人以上運んだ東海大線は、今日の午後11時40分、小牧駅発の列車が最終列車となります。今日未明、三重県伊勢市でタクシーが堤防の道路から転落し、乗客1人が死亡、運転手が大怪我をしました。今日午前3時ごろ、三重県伊勢市で堤防道路を走っていたタクシーが反対車線にはみ出してガードレールを乗り越え、およそ10メートル転落し、住宅の横に駐車していた乗用車の上に落ちました。この事故でタクシーの乗客で三重県渡来町の会社員村田武さんが頭を強く打って死亡し、運転手の北林義雄さんが全身を強く打って大怪我をしました。現場は緩い右カーブで、警察はタクシーがスピードを出しすぎハンドル操作を誤ったとみて事故の原因